それでは今回はなぜ僕らは働くのか、君が幸せになるために考えてほしい大切なことについて解説していきたいと思います。この動画では幸せに働くには幸せになる秘訣11個について解説していきたいと思います。まず最初、お金があれば幸せなのか。お金だけで幸せを得ることはできないです。お金っていうのは不幸は減らしてくれます。選択肢を増やしてくれます。なのでお金を得るっていうのはもちろん大事です。でもお金があれば幸せ。このように考えたらダメです。お金があったら不幸は減らせる。このように考えてほしいと思います。お金よりもまずは自分の仕事について好きになることをお勧めします。3人のレンガ職人に何をしてるんですかって質問をしました。見ればわかるだろう。レンガを積んでいるんだよとやらされているように言いました。2人目はレンガを積んでお金を稼いでいるんだと、仕事っていうのはお金のためだっていう風に答えました。3人目はレンガを積んで多くの人が喜んでくれる教会を作っているんだと話しました。最後の人っていうのは人々のために教会を作ると、同じレンガ積みの仕事をしていても楽しそうに働く人、お金のために働く人、やらされている人、考え方や姿勢によって異なります。まずは自分の仕事をすることによって世の中のためになっている、このように考えてほしいと思います。続いて活躍する人の働き方です。誰だって最初は新人です。どんどん成長しながら皆さんは働いています。僕たちってのはどんどん成長するってことを絶対に覚えておいてください。成長して素晴らしい仕事をできるためには我慢しなきゃいけないです。我慢にはいい我慢と悪い我慢があります。いい我慢っていうのは自分の成長につなげるための我慢です。また何かを成し遂げるための我慢です。悪い我慢っていうのは精神的肉体的に辛いだけの我慢です。やりたくないこと、社会的に悪いことを無理やりやらされている我慢です。皆さんはいい我慢で将来優秀な人になってほしいと思います。仕事がうまくいく人っていうのは7個の特徴があります。責任感を持って仕事をする、仕事熱心で向上心がある、よく考えて行動する、人への思いやりがある、謙虚で感謝を忘れない、うまくいかなくても引きずらない、できないことは仲間に頼る。仕事ができるための条件っていうのをしっかりと理解して、これらに当てはまるように行動してほしいと思います。続いて幸せに働くためには成功にとらわれすぎない考え方をしてほしいと思います。成功したいとか人に認めてもらいたいとか尊敬されたい、そういった欲求には際限がないからです。成功っていうのは2の次で、それよりも前に世の中のために何かをしたい、このように考えてほしいと思います。自分の周りの満足を見つけることです。成功も失敗も次のステップのためのきっかけだと考えることです。人と比べない、人からどう見られるかを気にしすぎないことです。今自分ができることを精一杯やって世の中に還元する、このように考えてほしいと思います。成功したいばっか考えちゃうと目先の利益にとらわれたりするんで、もっと先を見ることをお勧めします。続いて時代が変わると仕事も変わる。新しく生まれた職業として YouTuber だったり、根強い人気がある職業として看護師だったり弁護士だったり、人気が定着した職業としてゲームクリエイター。仕事っていうのは時代によって様々です。人気のある職業っていうのも変わってきています。小学生のなりたい職業ランキング、1990年と2018年を比べてみると1位が野球選手っていうのは変わらないんですけど、今っていうのはゲーム制作関連だったり YouTuber になりたい、このような方が増えてきています。時代の変化を見ながら世の中に必要とされる仕事をしっかりと理解して、自分に向いている仕事をしっかりと考えていくことが大事です。続いて AI と仕事に関してです。これからの社会の在り方を大きく変えると期待されているのが AI です。 AI に仕事が奪われるってよく言われます。自動化の可能性が高いとされた職業としてはこのようなものがあります。電車の運転士、経理の事務員、梱包工、このような方っていうのは AI によって奪われる可能性が高いです。一方、自動化の可能性が低いとされた職業として精神科医だったりとか、産業カウンセラー、メイクアップアーティスト、人間しかできないような強みを持った仕事っていうのは生き残る可能性が高いです。 AI が苦手な分野っていうのは2つあります。コミュニケーションを取るような場面、共感力が必要なコミュニケーション、また創造性です。新しいアイデアを作る、これから生きていく方っていうのはコミュニケーション能力を磨く、創造性を豊かになる、自分の頭で考えることを大切にしてほしいと思います。続いて人生100年時代の生き抜き方です。これまでのライフステージであれば教育を受けて仕事をして引退と3ステージで完結しました。これからの時代っていうのは教育をして仕事をして老後の期間が長いため、副業をしたり転職をしたりとか、もしかしたら60歳70歳80歳になっても仕事をしないと生計が立てられないようになる可能性が高いです。人生っていうのは100年時代に突入してます。自分のキャリアっていうのをしっかりと見直して、副業にチャレンジする、転職にチャレンジする、独立にチャレンジする、するいろんなロールモデルを考えてほしいと思います。そのために活動の場を広げることです。会社のコミュニティだけではなくて、いろんな場面に顔を出すことです。いろんな人と知り合う、一歩踏み出してみると、そこには新しい世界とか新しい仲間がいて、皆さんの人生を幅広く、皆さんの人生がもっと楽しくなるきっかけになると思います。いろんな人脈っていうのを作ってほしいと思います。続いて、勉強や学校は何のためにあるか。勉強には2つあります。学校の勉強と自主的にする勉強です。学校の勉強っていうのは、授業を受けてテストでいい点数を取って志望校に合格すると。皆さんにやっていただきたいのは自主的にする勉強です。本を読むとか、仕事に関わる勉強をするとか、新たな資格を取るとか。学校の勉強っていうのはあくまで社会に出るための基礎体力です。仕事で成果を出すためには自主的にする勉強、この大人の勉強をしなきゃいけないってことです。学歴はもちろん大事なんですけど、それが全てではないです。一番大切なのは自分が何をやりたいのか、ちゃんと考えて生きているかどうかです。勉強さえしていれば自分に適した仕事を誰かが与えてくれる、そう思ったらダメです。学歴が一番大事ではないです。続いて、コミュニケーション能力についてです。新卒学生の選考にあたって面接官が重視するものの1位がコミュニケーション能力です。コミュニケーション能力っていうのは仕事で成果を出すために非常に重要です。コミュニケーションが上手な方っていうのは5つのタイプがあります。1つ目が周りを笑わせるのがうまいタイプ。2つ目が空気を読むのが上手なタイプ。3つ目がとてもノリがいいタイプ。4つ目が友達がたくさんいるタイプ。5つ目がみんなの前で堂々と発表できるタイプ。これからコミュニケーションうまくなりたいんだったら、周りを笑わせたいと思うこと、空気を読もうと思うこと、ノリよく人と接すること、友達をたくさん作ること、みんなの前で発表したいって思うことです。コミュニケーション能力を身につけるためのポイント2つについて解説したいと思います。1つが相手のことを思いやるってことです。言い方とか伝え方を工夫するとか、うなずいたりとか相槌を入れたりすること。そして2つ目のポイントが自分の意思を伝えることです。賛成なのか反対なのか、しっかりと自分の賛否を表現すること。そして場の空気を読みすぎないことです。言いたいことは言うことです。続いて、自分の人生に向き合うこと。一人になって考えることの大切さも知ってほしいと思います。一人で散歩をしてみたりとか、図書館で本を読んだり、カフェで本を読んだり、休日は部屋でのんびりするなど、自分一人の時間を大切にしてほしいと思います。皆さんはもう大人です。自分の人生に責任を持てるのは自分だけだと気づくことです。そして自分で自分の人生を作るんだと覚悟することが大事です。皆さんの人生の主役は皆さんです。人任せにしない生き方をして、自分がどうしたいかを大事にして、自分の人生を納得できるものにしてほしいと思います。仕事をしてたり、恋愛をしてたり、いろんな人と関わっていると辛いことってあると思うんですよ。でもその挫折や困難が皆さんを強くして優しい人にするってことです。部活でレギュラーになれなかったとか、受験で失敗した、学歴がない、いじめられる、好きな人に振られる、仕事で成果が出ない、いろんな辛いことを乗り越えた時にどんどん精神的に強くなって、辛い時に乗り越えられる人間になれるってことです。最後、あなたは可能性にあふれているって話をしたいと思います。赤ん坊の頃ってみんな自信があったんですよ。でも大人になったら自信が持てないとか、挑戦が怖い、そう思う人って多いと思います。ぜひ自分を信じてほしいと思います。自信を持つことが未来を切り開くためには必要です。今の自分の価値を低く見積もらないでください。低く見積もってしまうと未来のあなたは必ず輝けないからです。ダメなところを見るよりもできることに注目することです。欠点があったとしても、苦手なことがあったとしても、それは生きていく上で大きな問題にはならないです。評価を気にしすぎないことです。そしてできないことがあったらできないことは助け合うことです。仕事っていうのは一人でやるもんではなくて、みんなでやるものです。できないことっていうのは人に頼ればいいです。皆さんはできること、やりたいことで誰かを助けてあげるような働き方をすることをお勧めします。それではまとめいきたいと思います。お金があれば幸せか、そんなことはないです。お金があれば幸せではなくて、お金はあくまでも不幸を減らせる選択肢を増やしてくれるものだと考えることです。お金よりもまずは自分の仕事を楽しくできるように、年月日の話をしたと思うんですけど、考え方、姿勢っていうのをポジティブに考えてほしいと思います。そして活躍する人の働き方、みんな新人です。これからどんどん成長していきます。今できなくてもできるようになればいいと、徐々にステップアップしていくと考えることが大事です。結果を出すためにはいい我慢をしてほしいと思います。自分の成長につながる我慢、何かを成し遂げるための我慢、しっかりといい我慢で乗り越えていってほしいと思います。続いて、仕事がうまくいく人の特徴。責任感を持って仕事をする、仕事熱心で向上心がある、よく考えて行動する、人への思いやりがある、謙虚で感謝を忘れない、うまくいかなくても引きずらない、できないことは仲間に頼る。続いて、幸せに働くためには成功にとらわれすぎないことです。人と比べないこと、人がどう見られるかを気にしすぎないことです。今自分ができることを精一杯やることをお勧めします。続いて、時代が変わると仕事も変わっていきます。今だったら YouTuber とかゲームクリエイター、時代代の変化を見ながら、世の中に必要とされる仕事は何なのか、自分の頭で考えて調べることです。続いて AI と仕事についてです。自動化の可能性が高いとされた職業として、電車の運転手だったり、経理の事務員とかがいます。AI が登場したことによって、仕事っていうのはどんどんなくなっていく方もいます。どんな仕事が続いて、どんな仕事が続かないのか、しっかりと自分の頭で考えてほしいと思います。続いて人生100年時代の生き方としては、教育、仕事、引退だけではなくて、3ステージからいろんなロールモデルが考えられる時代になってきてます。副業だったり転職、独立する、いろんな可能性っていうのがあるんで、人生100年時代をしっかりと考えてほしいと思います。続いて勉強についてです。勉強は2つあります。学校の勉強と自主的にする勉強。自主的にしっかりと学んでほしいと思います。学校の勉強は社会に出るための基礎体力に過ぎないです。仕事へ成果を出すためには、本を読む、いろんなセミナーに行く、YouTube を見るなど、たくさん自分で勉強することをお勧めします。続いてコミュニケーション能力はめちゃめちゃ大事です。コミュニケーション能力の活かし方として2つあります。相手のことを思いやること、そして自分の意思をしっかりと伝えることです。続いて自分の人生にしっかりと向き合ってほしいと思います。一人でいるっていうのはめちゃめちゃ大事です。一人の時に読書をする、自分の人生について考えてみる、休日は部屋でのんびりしてみる、自分はどう生きていきたいのか、真剣に考えてほしいと思います。そして最後です。皆さんは可能性にあふれています。自信を持ってほしいと思います。自信を持つ人が未来を切り開くことができます。人生に正解はないです。いろいろやりたいことがあったらやってみることです。自信を持って小さなことでもいいんで行動してほしいと思います。この本はなぜ僕らは働くのか、幸せになるために考えてほしい大切なことがたくさん書かれた本です。ぜひ本の方もチェックしてもらえればと思います。この動画見ていただいて感想、気づき、コメントあればメッセージお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。